水戸ホーリーホークの今日のメンバーです。ゴールキーパーは山口瑠衣、黒石、鈴木義武、旅なすジェファーソン、大崎、前田、新座と金久保、安永、椿、木下という11人です。アウェーのザスパクサツ群馬のメンバーです。ゴールキーパーは串引き、岡本、城は畑尾、小島、岩上、細貝、長倉、高木、北川、加藤純也という11人です。アーリークロス、ボールに向かう、よく弾きました。山口瑠衣狙っていきましたかね、よく見てましたね、出てたの、はい、ちょっと浮いたところで金久保が受けました。黒石、新里、黒石前を取る、黒石倒れて、あ、 PK、 右から崩して PK を取りました。水戸ホーリーホック見事な崩しでしたね、止めてくるようで、アウェーサポーターも串引きコールを送っています。止めた、取った、いやすごい串引き、完璧に止めました、完全に読んでましたね、岩上に預けて、もう一回岡本切り返す、岡本左足ポスト、よくあのコース見えてましたし打ちましたね岡本。PK、 前半にも同じようなところで、水戸ホーリーホックが PK をその時は取ってたんですが、今度は長倉抜け出して倒されて、アウェーのザスパクサツ群馬 PK、 キッカーは北川、止めた、PK はよくストップしました山口瑠衣。その後にただ詰めた高木、よく詰めましたね、高木選手、先制ザスパクサツ群馬、こぼれ球しっかりと詰めました。いやこれ山口選手は見事に読み切って止めたんですけどもね、このセーブは非常に見事でしたね。ファーサイド、旅なすファーサー、同点、高さ十分叩きつけました。水戸ホーリーホック1対1です、同点。ボールの精度もありましたし、ヘディングもいいシュートでしたね、見事なボールでしたし、ビシッと合わせましたね、旅なす選手も、まあ、この非常に良かった、キーパーを越えてファーサイドのところに落とすボール、まあ、このボール良かったですよね。抜ける逆サイド、前を取った、シュート、ー枠に嫌われました。平松、うまく溜めた、鈴木国友、川本も追い越した、中はちょっと数的優位な状況、加点からシュートへ、よく止めました山口瑠衣。サイドを変えた、よく見てました、いいボールですね。松田運ぶ、旅なすジェファーソンも近い位置でフォロー、宇野木、宇野木、粘ってつないだ、柳町、遠山、北関東ダービーはこの男のためにある、また決めました、後半アディショナルタイム、遠山昌司、水戸ホーリーホック逆転。
かったですよね。でここで受けてターンをした、そしてこのつないだところ、まあ、宇野木選手ここよく最後ここ足出しつなぎましたよね。お見事なゴール、素晴らしいゴールでしたね。まだ時間残っている。逆サイドから平尾も来た、クロス、ヘディングシュート合わない、試合終了。取られたものを取り返した水戸ホーリーホック北関東ダービー、最後勝って取り返しました。ザスパ草津群馬、北関東ダービーの連覇がすぐそこまで見えてましたが、秋葉監督のチームが、秋葉監督の言葉を借ります、 This is football、 これぞフットボール、これぞサッカー、最後の最後遠山のゴールでひっくり返しました。見事な逆転勝利です。